N フーズ株式会社は、かつて、神奈川県川崎市高津区に本社を置いた、ユニーファミリーマートホールディングス参加の食品製造事業者である。2018年1月5日に、国内所在地の変更届を提出し、愛知県稲沢市へ本社所在地を変更後、生産された。本校は、N フーズの前身となった、株式会社長井についても述べる。 エヌフーズは2016年12月15日に株式会社長井から事業を継承して設立されユニーファミリーマートホールディングスの東日本地区における食料品製造を請け負っていた所有する事業所は事業休止後に株式会社新明などに譲渡されたベンガベンガ野川店株式会社長井は1960年に食肉小売り店として創業した企業である 主に、川崎市を中心とする首都圏で、食料品の製造、卸し、物流、情報、業務用小売りを営み、ユニーファミリーマートホールディングス参加のサークル系サンクスを使用取引先に、グループ外のスーパーマーケットやコンビニエンスストアにも、総菜や米飯等の商品を製造、納入するほか、食料品、スーパーマーケット、ベンガベンガを8店舗運営した。 2013年8月31日にユニーグループホールディングスが長いの発行済み株式を全て取得して完全子会社都市ユニーグループとなった。2014年9月30日に神奈川県と東京都で運営する食料品スーパー事業を分割してユニー市会社の株式会社ピアゴ関東へ承継しスーパーマーケット事業から撤退した。 2016年12月15日に会社を分割して大半の事業を株式会社 N フーズへ譲渡した。株式会社長井と物流市会社の株式会社長井物流は生産された。株式会社長井 N フーズ株式会社 N フーズ長井時代の店舗と工場ピアゴ関東へ譲渡したベンガベンガ店舗長井に関するカテゴリー。ありがとうございます。